法律とは、プラトンの後期末の対話編。副題は、立法について。年代不詳の真夏、クレタ島のクノソスにて。アテナイからの客人は、クレーニアス、メギロスに、彼らの国の方の制定者は誰になっているのか尋ねる。クレーニアスは、神ゼウスにおいては、アポロンであり、ミノス王が9年ごとに、父、ゼウスのもとを訪れて、言葉をいただき、 法を制定したことになっているという。また、ミノスの弟ラダマンチュスも、様々な訴訟をこの上なく正しく裁いたことになっているという。彼ら3人は、クノソスから、イデ山を登り、ゼウスの洞窟まで行く予定となっていたが、上記の話を聞いて、アテナイからの客人は喜び、道中その国政、法律について話をしていくことに決めた。 こうして登山が寺の対話が開始される。そして、それはやがて、マグネシアという架空の理想国家の建設、その国政、法律のありようを、議論上で構築していく話になっていく。様々な観点から、マグネシアの国政、法律を語り尽くした上で、最後にその国政、法律を保全する機構としての、夜の会議が提示され、話は終わる。上記の通り、 ソクラテスも登場せず、舞台も当てないではなく、また全12巻からなる長編であると言ったように、かなり異色な作品となっている。全12巻の主な構成は以下の通り。ありがとうございます。